私もご機嫌。ご機嫌といえば、ついさっき団長さんを見たの。なんだかすっごく嬉しそうな感じで肛門をくぐっていったけど、何かいいことでもあったのかな。いやー、お前のおかげでファンクラブのみんなも大盛り上がりだよ。歓迎の準備だって言っていろいろと手配してるみたいだな。うちの学校以外のメンバーにも招集がかかったみたいだし、これで俺の掃除当番がなかったら最高なんだけどな。いよいよ明日だな。俺今晩眠れるかな。ひゃっほー、明日は気合い入れてくぜ。俺今から緊張してきちゃったよ。あ、帰ってきた。やっほー、ダーリン、おかえりなさい。ちょっとね、顔が見たいなって。もしかしてお邪魔だった？あ、うん、いいの。本当にちょっと会いに来ただけだから。そうそう、お気遣いなく。そういえば昔もよくこんな風にどっちかの家の玄関先で話し込んでたことあったよね。明日になればまた会えるって分かってたのね。その日別れたらもう会えないような気がしちゃうんだよね。会ってるとさよならするのが惜しくなっちゃうもの。それってきっとあの頃と同じ気持ちじゃないかな。それにまたこうやって玄関先で話し込んでるのも一緒だしね。うんうん、今までもそうだし、きっとこれからもそうなんだよ。ら慌ただしいわね。おお、来てくれたか。いやー、この旅は本当によくやってくれた。お前のおかげで。これ、この通り。うん、それもこれもお前がお二人の協力を取り付けてくれたからこそ、お前にはどれだけ感謝しようともしたりることはない。わかるな。これであとはカオル子さん、すみれ子さんのお二人が来てくだされば、我ら ISEM の結束は再び盤石のものとなる。そしてお前も多大な貢献をした英雄として後世まで語り継がれることになるだろう。一条さんだ。こんにちは一条さん。自分は会員ナンバー80。お前抜け駆けはずるいぞ。俺は会員ナンバー。どけ、見えないじゃないか。カオル子さん、サインください。すみれ子さん、こっち向いて。かわいい、かわいすぎる。もう死んでもいい。 ISEM バンザイバンザイ。一条さん、どうしようか。どうしようね。静まれ、貴様ら。喜びは俺もわかる。だが決められた筋を踏み外せば、それすなわち下道。せっかくお招きしたお二人を怯えさせてどうする。わかるな。カオル子さん、スミレ子さん、申し訳ありませんでした。いえ。よし、まずは質問タイムからだ。各自節度をわきまえて質問するように。お二人の好きな食べ物を教えてください。カレーパンが好きです。私はサンドイッチかな。作るのも得意です。どちらがお姉さんなのでしょうか。それは秘密ということで。ご家族は？パパとママがいます。お二人の誕生日、または星座を教えてください。お願いします。生まれはちょうど双子座なんですよ。具体的な誕生日はやっぱり秘密でごめんなさい。よく一緒にいる男子生徒とのご関係は？幼なじみと聞きましたが、それだけですよね。それだけなんですよね。なんだ、やっぱりそうだったのか。と友達、そうか、友達か。ああ、よかった。でも同時に私たちの大好きな天使があんまりだ。 ISEM は ISEM は沈まねえ、沈まなんか。ねえダーリン、こっちこっち。ところまで行けそうになかったし、あの調子だと質問もキリがなかったしねえ。私たち質問には正直に答えたもん。嘘は言ってないよね。ねえ、でもまあちょびっとだけやりすぎちゃったかな。私たちちゃんと集いには来たのよ。みんなの質問にもちゃんと答えたし、頼まれたことは果たしたと思うんだけどな。もうダーリンたら強情なんだから。じゃあお願い、ダーリンも一緒に逃げよう。ピンポーン、正解。私たちはちゃんと約束を果たしたんだから。お二人はどこにいる？やつは、あの男はどこにいる？まさに愛の逃避行だね、ダーリン。もう少し。ほらダーリン、頑張って。ほら着いたよ。びっくりした？昔3人でよく来た場所なんだけど、忘れるわけないよ。ダ思い出の場所だもん。誰かさんはここに来るまですっかり忘れてたみたいだけど。景色も空も風もみんな昔と一緒だから、もしかするとこの花たちもあの頃のまま私たちを待っていてくれたのかもなんてね。ちょっとメルヘンすぎるかしら。本当にそう思ってる？思い出すな。よく花輪とか作ってさ、お互いに送りっこしたよね。そうだね。やったやった。あの時はすごい勢いで花輪作った。そうそう、最後には2人とも意地になっちゃって。それでどうしたんだっけ。ああ本当にそうだ。ダーリン、また花輪作ってあげよっか。いいけど、どうして？教えちゃうからあー、でもこうしてるとさっきまでの騒ぎが嘘みたい。あ、いけない、思い出させちゃった。すみれ子ちゃんたら。どうだろうね。でもなるようになるんじゃないかな。そうそう、起きちゃったことは気にしても仕方ないよ。え、行っちゃうの？こんなに気持ちいい場所にいるのに。もう変なところで生真面目さんなんだから。ねえ、今日は日が暮れるまで私たちと一緒にいて。タオル子のおねがい。もちろん。おお、カオル子ちゃん偉い。今日はずっと一緒だからね。ずーっとくっついて過ごすんだもん。